犬伏俊明は大阪府東大阪市出身の元プロ野球選手。宇右藤右内。チーム内での愛称はワンちゃん。小学1年生でボーイズリーグの若いジャイアンツに入り、中学時代は保守。近代附属高校時代は一塁一種として1990年の第62回選抜高等学校野球大会に出場し全国制覇を成し遂げる。同年の夏は、 風予選ベスト16で柏原高校にサヨナラ負け。高校通算19本塁打。1990年のドラフト会議で西武ライオンズから3位指名を受けて入団した。高校時代は兼任していた一流医師としての出場が多く、保守に本格的に取り組んだのがプロ入り後ということもあり、正保守の伊藤勤の存在で出場機会に恵まれなかった。 下積み生活が長く1996年に1軍発出場。その後3年間1軍出場がなく2000年6月23日のオリックスブルーウェーブ戦で10年目にしてプロ初本塁打を記録した。2002年には開幕2戦目に3番指名打者としてスタメンに抜擢されると成果を残して左キラーとして1軍定着し、左投手が 予告先発の試合では3番、指名打者のポジションを不動のものとした。大左投手用のスタメン3番として起用され、続けた理由は、一つは、シーズン当初3番で起用するはずだった高木大成の戦線離脱、そしてもう一つは2000年に放ったプロ初本塁だが、左の金田正彦からのものであったことをこの年から、監督に就任した伊原春樹が覚えていたからである。 右投手が予告先発の試合では、右の代打の切り札として控え、6月20日の福岡、大英ホークス戦で、代打逆転さよなら3ラン本塁打を放つなど、優勝に貢献した。2004年はシーズンでの一軍出場はわずか8試合だけだったが、プレーオフ第2ステージ第5戦の延長を10回表、1 c 1三塁の場面に、代打で登場し、この年、西武王、 店工事の初級を叩き決勝儀比を放ちこれが決勝点となりリーグ優勝に貢献した。さらにチームは12年ぶり日本一を達成した。2005年は一軍出場がなく、この年限りで現役引退。チームスタッフとして球団に残り、2010年に退団した。2011年から大久保博士元が主催するデーブベースボールアカデミー講師に就任。元マラソン。 日本記録保持者である犬伏高校とは親戚関係である。ありがとうございます。